どうも、斉藤慎二でございます。今日は雑談会なんですけれども、ちょっとね、一つこう、言いたいということがございまして、僕も最近非常に YouTube をね、よくばーっと見るようになったんですけれども、一つ思うことがあって、要約チャンネルってあるじゃないですか。ね。で、僕も登録してます。本要約チャンネルさんね。素晴らしいと思います。でも、本要約チャンネルさん僕非常に好きなんですけど、なぜ好きかっていうと、ビジネス書であったりとか、自己啓発の本であったりっていうのを、わかりやすく15分ぐらいの動画にバッとまとめたり、20分とかかな、ぐらいの動画にバッとまとめていらっしゃるじゃないですか。で、あれは非常に要点をこうかいつまんで、きちんとこう説明されてますし、それをわかりやすくこうアニメーションで見せてくれるんで、本当に良質なチャンネルだなというふうに思ってるんです。で、それに似たような感じでやられてるチャンネルっていくつかあって、それはそれで全然見るんですけれども、ちょっと僕一つだけ言いたいのは、文学でそれやってる人いるんですよ、たまに。で、文学要約しているチャンネルがあって、それはいいんですよ、別に。そこに、僕がごちゃごちゃ言ったってしょうがないんですけども、ただ見る人にその注意点というか、意味ないですよ、あれ。意味ないと思いますよ。どういうつもりであれを見るのかわかんないですけども、例えば、ドストエフスキー、罪と罰を5分で解説とか言ってるんですよね。そういう人ってね。5分じゃわからないですよ。それは、あらすじでしょ。あらすじだけだったら、細かいあらすじじゃないですよね。ざっくりとしたあらすじじゃないですか。そんなの正直本の裏見りゃ書いてるんで、意味ないですよ。それをもし見られてる方は。罪と罰を読んだことがない。読みたいけどもそれを読む物理的な時間がないとか。だとしても、ほら、それこそ中田のあっちゃんがね、罪と罰をやったりしてましたけど、せめてあれぐらいの量で解説されないと、読んだって言われた時に、ああ、読んだよ。あれだろうって言えないんですよ、5分では。だから、ああいう動画自体ものすごい意味ないと思うんですよね。読まなきゃもう一切触れない。読みたいけれども読めないけど、読んだよっていうことにしたいんであったら、せめて1時間30分ぐらいの動画できちんと説明されてる動画があるんでしたら、そっちを見た方がいいと思うんですよ。なんかね、文学要約チャンネルっていうのは、できれば見てもっていうか見ても意味ないぞっていうのを僕はもう警告したいなと思います。あるんですよ、罪と罰、失われた時を求めてを、2分ではないか。そんな無理に決まってるやんみたいなね。心とはありますよ。夏目漱石の心を2分でとか、いや2分では無理というか、別に言えますけど、もうそれはもう何のために見んのそのチャンネルをって思うんですよ。読んだことにもならないし、あんま意味ないんで、ああいうのに踊らされない方がいいな。だから何でもこう簡略化とか、スピード重視でやっていく世の中になっていくっていうことで、この YouTube っていうのもやっぱりこうどんどんね、こう活性化していってるんだとは思うんですけれども、やはり文学っていうのはある程度のこの量っていうかね、物量っていうものが必要なジャンルなんで、それを簡略化するのにあまりにも簡略化してると、おらーってなりますよ。このピアノをこのちっちゃい箱に入れてみせますみたいなことですから、それはもうマジックですから、信用しない方がいいぞっていうのをちょっと今日は言いたいなと思ったんでね。はい。ただの雑談会なんですけれども、皆さんぜひ文学要約みたいなことをやってる、少なくとも罪と罰を5分でとかやってるチャンネルは信用せずに、その5分すら無駄だと思うので、ちゃんと解説してる動画を見られてはどうかなというふうに、思ったという今日は雑談会でございました。どうもありがとうございました。